週末のイベントにも影響が出ています。須崎祭りは明日の海上花火大会が今月26日に延期、秋納涼市民祭は明日は予定通り開催され、あさっての花火は今月20日に延期されます。日高村のノーズ花火大会と土佐清水市の市民祭足摺祭りは開催が決まっています。伊野町民祭仁淀川祭りはあさってはよさこい交流演舞のみ実施され、花火は今月27日に延期されます。また来週9日のよさこい祭り前夜祭は現時点では実施される予定です。よさこい祭り振興会によりますと、前日の8日に最終判断を行い、前夜祭が中止になる場合は振興会のホームページや X で発表されます。高知市観光協会は今のところ高知市納涼花火大会を9日に実施する方向で検討していますが、台風による好天の場合は今月13日に延期されます。